提案書は読んでいただけましたか？衛生学園にサッカー部を作るという件かね。はい、お日様園の子供たちに新しい夢を与えてあげたいんです。すでにキラグループのキラスター製薬が青少学園を支援しています。さらにスポンサーとなるとサッカー協会の正式な承認が必要となります。会長のお力をもってすればなんとかなるはずです。さあどうでしょうか。お父さん、二つ条件があります。一つはお前自身がチームの面倒を見ること、そしてもう一つは。聞いたか達也、衛星にサッカー部ができるらしいぞ。サッカー部が？俺たちこれから正々堂々とサッカーできるんだよ。そうか。なんだよ、嬉しくないのか。お前だってやりたいだろサッカー。俺はいいよ。おいおい、お前が俺たちの中で一番うまいのに後悔先に立たずだぞ。父さんはそんなこと望んではいないさ。お父さんって学園長のことか？父さんが身寄りのない俺たちをここまで育ててくれたのは、俺たちが大人になってキラのビジネスを支える人間になることを期待しているからなんだ。達也、だから俺はそんなことしている暇はない。いろんな知識を身につけて父さんの役に立つ人間になりたいんだ。何言ってんだよ、俺たちずっと我慢してきたじゃないか。楽しむんだよ、ずっと不幸のまんまでいいのかよ。不幸じゃないさ、親がいなくたって俺たちはこうしてちゃんと生きてこれたんだ。親に捨てられた俺たちのどこが不幸じゃないって言えるんだよ。リュウジ。達也、俺たちはやるぜ、お前が何と言おうとな。ひとみこ先生が私たちのために学園長に掛け合ってくれたのよ。特にあなたのために。俺のため？あなたはずっと恩返ししか考えてない。あなたに自分のために何かやらせてあげたいからよ。俺たちならいいチームになると思うぜ。ずっと憧れてきたあのフットボールフロンティアに出るんだ。で、優勝する。何度やったかわからないフットボールフロンティア決勝大会ごっこ。それはあなたがね。ああ、まあ、俺たちがフットボールフロンティアに出たいよな。ほっとけよ、そんなチキン野郎は。誰？あなたはヒロトさん？あん？ほう、俺を知ってるのか。俺の名はキラヒロト、キラ財閥の御曹司だ。ひとみこ姉さんからお前たちをチームに入れると聞いた。どんな奴らか見に来てやったぜ。なあ、キラって学園長の息子か？そうだ、知ってんだろ、噂のバカ息子さ。悪い仲間と付き合って家出してるんじゃなかったか？ああ、俺もそう聞いてた。まさか、お前もチームに？まあそんなところだ。一つ聞くが、お前にサッカーできんのか？何もできないバカ息子とチームを組む気はない。いわゆるノーアル鷹は爪を隠すってこったな。よく聞け、お前たちはこの俺様にひれ伏すんだ。衛星のゴッドストライカーキラヒロト様にな。もう一つの条件は？ヒロトをチームに入れて構成させなさい。ヒロト？また喧嘩で他の生徒に怪我をさせたと聞きました。あの子はキラ財閥の恥さらし。このままでは感動もやむを得ない状況です。お父さんがあの子をそうさせたんじゃないんですか？私が？まあいいでしょう、とにかくそういうことです。話は終わりました、下がりなさい。